ということで本日はですね、夏休みに2人とも入ったので夏休みのナイトルーティーンを紹介したいと思います。今日の、お昼は何をしてたかというと、私は松江区に行ってまいりました。なので今日はすっぴんでございます。その後はいろんな喫茶店を転々としながらお姉ちゃんと一緒に編集をしてきました。ということで本日ですね、なんと豪華豪華手巻き寿司ということで、みんなが大好きなスメーシスメーシ、私スメシだけで食べるの本当に好きで、それこそスシローだと3貫上に何も乗ってない状態のやつ100円ぐらい食べれるのね。そっちの方がコスパよくねって最近それずっと食べてます。あと綺麗なマグロちゃんとか、あとナトゥ、こちらナトゥ、あとタメグ焼きとかイケとかがいますので、この卵は甘いやつですか。うん、作りました、お母さんが。あとはこのキュウリとささみのサラダです。ということで今から手巻き寿司パーティーしていきます。ちなみに今日は帰りに31の12個入りのレギュラーサイズを買って帰ってきたので、後でそれを食べたいと思います。私作らせていただきます。手巻き寿司とかめっちゃ久しぶりなんだけど、お母様がツナが食べたいやつ、ママが食べたいやつ、ツナでございます。うん、作っていきます。はい、すごいマグロ超綺麗、抜きます。お蕎麦も最初はね、何もつけないで味を楽しむのがいいよって国言うから、酢飯も同じようにやっていきます。いや、すいません、ちょっとあれどうしよう、全部乗っけようか。納豆も、うん、普通に美味しいよ。私はその前にサラダも食べたい。サラダ美味しい。いや全然しゃべりない。はい、全部乗せようと思ったんですが3つだけです。納豆とイカとマグロです。シソ入ってる？シソ入ってる。シソとミョウガ。うんうん、はい、キュウリ好きだから。はい、それではいただきます。はい、恵方巻きみたい。うん、うんうん、チョコヤボして。美味しい以外の感想、ご飯どう？シソ、酢の味します。マグロも新鮮で、納豆を入れることによって、うん、本当に美味しさが増してます。ほぼおにぎりですよね。いただきます。イカ美味しい。うん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 。僕も待ってるから。すごいでしょ。でも今回120本なの。でも太いでしょ。あ、そう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 。太いから分かる。眉毛すごくない？仮面ライダーみたい。なんかそう。全剃りじゃん。全剃りしてないし。ほぼ全剃りです、それは。眉毛ないね。眉毛ない。下があるの？ここがなくて、ここだけあるから。下もある。真ん中がないの？真ん中はある。え、真ん中はないよ。こちらも美味しいございます。私甘い卵好きなんだよね。ちょっといかせのままで食べます。美味しい。私も卵いただきます。うん、うん。ということで夜ご飯たくさん食べます。はい、ということでお腹いっぱい食べました。今口紅が取れてるんでかなりちょっと顔色悪く見えてると思うんですけど、今からですね、私美大生なんですけど休み期間も作品を制作するということで、今からお絵かきします。基本的に作業するときはこの撮影部屋ですることが多いです。どうしようかな、ちょっと机、椅子の位置も変えちゃおうかな。今から制作用に机の位置を変えます。これを縦にします。なんか手巻き寿司とかってさ、私いつもご飯お茶碗一杯ぐらいなんですよ食べるの。手巻き寿司とかになるとさ、どれぐらいの量自分が食べてるか分かんないからさ、食べれるだけ食べちゃうから、お腹いっぱい食べることができました。ガタガタします。なんかガタガタします。これをライトに。何がガタガタするの？これか。本当に物の扱いが雑で。
で、書くものなんですけど、紙でもなければキャンバスでもなくて、てれーん、レコードです。レコードに絵を描いていきます。あ、お腹いっぱいということで、ちょっと今から作業します。はい、ということでですね、私は今ずっと編集をしていて、あと少しで動画が終わるんですけども、アイスが食べたくなったのでアイスを食べたいと思います。内ももに蚊が刺されてちょっとすごく痒いです。ということで秒で持ってきます。食べる？のんちゃんはいい？うん、いただきます。コットンキャンディーなんですけども、なんか7月だけ限定みたいな感じで書いてあったから、7月いっぱい食べようと思って食べたんだけど、なんと8月もやってるということで嬉しいです。しかも見てこれ、レギュラーサイズって結構でかいね、うん、いつもスモールサイズで購入してたのね、8個入りのやつを、ね、レギュラーサイズがちょっとビビってるということで、私はこんな感じでアイスを食べながら編集していきます。バイバーイ。はい、ということでレコードに絵を描くのは終わりました。絵を描くっていうか絵じゃない、ただ紙粘土で遊んだだけでした。今後はこれをいっぱい作っていつか皆さんに披露できる日ができたらなって思ってます。で、ちょっと気分転換に音を取りたくなったんで、ちょっと歌ってみます。曲を作ってて3曲ぐらいもうできてるんだけど、ちゃんと録音してなかったんで、今日ちょっと録音してみたいと思います。今サビの部分のあのハモリをいっぱい取っていくっていう作業をやってて、これを全部合わせるとすごい綺麗になるんで、それだけちょっと見せますね。永遠に伝説進化繰り返すたびにくたびれ、永遠に伝説進化繰り返すたびにくたびれ。はい、こんな感じで次は高い音を取ります。転生なんで、転生こっちであのガチガチにあのもうガチガチに音程合わせていくんで、こっちが下手でもあの機械通しちゃえば綺麗になるんです。転生進化繰り返すためにくたびれ、いきます。永遠に転生進化繰り返すたびにくたびれ、永遠に転生進化繰り返すたびにくたびれ。はい、これ高いハモリが取れたんで、次は低いハモリなんですけど、3つ下げて、永遠に転生、いきます。永遠に転生進化繰り返すたびにくたびれ、生きて今あるよ不安続くこの未来。これで上ハモと下ハモが取れたんですけど、音をめっちゃ広げるためにバカみたいに高い音でも取ります。はい、ということで3つ取れたんで、今からこの3つ綺麗にねなってるのかを皆さんに見せたいと思います。いきますよ。あね、全部今同じ音量でやってるんで、ここから内側でハモリをレフトとライトに動かしたりとか、エコーめっちゃかけたりとか、あとエフェクトめっちゃかけたのをもう一個付け足してとかやっていろいろやっていくんですけど、いい感じ。やばいです、妹がナイトルーティン失敗そうなので、ちょっとああ大丈夫かしら、これナイトルーティン失敗そうなのでちょっと起こします。お客様、お客様、次お風呂入られますよね。お風呂入られましょうね。寝てますよ。寝てます。大丈夫ですか？大丈夫ですかね。寝ちゃってますよ。
私は何を自分で注文したのかはよく覚えてないんですけど、でもなんかカフェオレ系好きで、あとベリーベリーストロベリーかな、あ、それ頼まなかったのか。食べます。これはナッツかな、なんかゴロゴロいっぱい入ってるやつです。いただきます。キャラメルめっちゃ美味しい。今年に入ってから結構な頻度で31のねカップ買うことが多いんですけど、12個セットにすると2個お得になるんですよ。12個セットいつも買ってるんだけど、12個セットの中でもその大きなサイズのアイスとちっちゃいサイズのアイス選べるんですよ。今日は大きいのの12個セットを買ってたから、めちゃめちゃでかい1個が、すごい。これ31のアイスってさ、31の味するよね。31のアイスってさ、31の味するよね。すごい美味しい、マジでゴロゴロで。これすごかったのがね、注文するときに店員さんにさ、じゃあこれとこれとって言いながら言ってたんだけど、店員さん一切メモ取んなかったので、え、嘘でしょって思って、メモ取らずにできるわけないじゃんって思ってたけど、次から次へと作ってって。31店員さんすごい、私は絶対無理。最後に、こちらが商品でございます、ご確認お願いしますって言って、その詰めてくれた人が、これがそれで、あれがこれで、それでこれでみたいな説明もしてくれて、すごって。普通なのかな、31だと。その人がプロすぎたのかな、すごいですね。以上、現場からでした。アイス食べてお風呂入ります。こんにちは。次はあなたが寝てる番ですね。ね。ということでですね、今の私はこんな感じで、もうすっぴんなのですることがないんですよ。ちゃんとクレンジングと洗顔はするんだけど、変わり映えがないので、お姉ちゃんに今日は託したいと思います。お願いします。ということで、私は今からお風呂に入ってくるんですけど、お家の中で私が一番あのお風呂の時間が長いと言われているのですが、お風呂から出てくる前に今の時刻0時57分、ほぼ1時です。はい、すごいです、殴られました。ちなみに私は今コードブルーを1から見直してます。ということで、今からお風呂に入ってきます。バイバーイ。はい、ということでお風呂から上がりました。のんちゃんは相変わらず寝てます。今の時刻は2時39分。びっくりー、今日は紫シャンプーをしたので、ちょっと紫が毛先の方に入っちゃってるんですけど、次の日ぐらいには良くなってます。最近は水をねたくさん頑張って飲むようにしてるので、いろはす開けてないやつを飲みます。なんか夜に水を飲むとむくむみたいなので、あんまり良いとはされてないけど、私はまだ寝ないので、口の上がめちゃめちゃ痛くて、飲むとめっちゃ痛いんだよね。でもちょっと良くなって、今日松江行ったんだけどさ、そう松江で毎回寝んのね、私喉カラッカラになりすぎて口開けながら寝てたからさ、デザインどうですかって言って、大丈夫です、ありがとうございますっていう風な声が出なくて、なんか大丈夫です、ありがとうございますみたいな感じだったの。ちょっと一回あのまつげをこうやってやって、私はもう寝に入りたいと思います。ということで、また次のシーンでバイバーイ。こんにちは。こんにちは。はい、エナトゥルティー失敗しました、マサです。はい、ということでですね、なんかあのあとほのちゃんは撮ったらしいんで、ね、えって思ったんですけど、すいません、私は寝ておりました。ちょっと風呂キャン、風呂キャン、翌朝風呂。はい、ということで、じゃあちょっとこちら一日ぎっとりついたメイクを落としていきます。こちらがビオレで、眠い、まあ、あの妹のところでちょっとぐっすり眠らさせていただきました、すいません、本当に。で、妹が私のところでね寝たんですけど、私のところで寝ると悪夢を見るっていう怖いこと言ってきました。はい、流します。はい、次はこちらの泡で洗っていきます。ほのちゃんところって階段に上がらないでベッドじゃないですか、なんですぐ寝れるんですよ。
私のベッドの方が敷いてるマットがすごくいいんで寝心地は絶対いいんですけど、妹は悪夢を見てしまって寝心地悪かったって言ってたんですけど、私ニトリのいいやつなんですよ、マット。誕生日に買いに行ったんですけど、それにしてから本当あそこで寝るとね、起き上がれない。もうマットがふかふかすぎて起き上がれないんですよ。睡眠の質は確実に上がりましたね。睡眠時間も増えたんですけど。今日ほのちゃんは友達と遊びに行くみたいで自宅で追われてるんで、ちょっとエンディングはほのちゃんが帰ってきてから2日目の夜に撮ります。はい、ということで次の日の夜、私は2度目のお風呂を終えまして、ほのぼのさんもご帰宅されました。はい、髪色綺麗だね今。めっちゃいいじゃん。したほのこのトルネード、ん、あ、さっきネジネジして遊んでた。ということで今回ちょっとナイトルーティン失敗チャンネルって形だったんですけど、私成功してたよ。あなたはね、ねえ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 、あ、これ何、あ、ありえないということで、また今度ナイトルーティン失敗動画見たいよと思った人、グッドボタンちゃんと力を引き出します。このボンちゃん髪色変わって可愛くなったねと思った人もグッドボタンちゃんと力を引き出します。ちなみになんですけれども、私もですね近々髪色を変えます。楽しみにしててください。ほのちゃんはまたこれからねお風呂に入られるみたいなんですけれども、別日のナイトルーティーンになってしまうので、本日のそのメイク落としシーンはないんですけれども、こんな形で終了したいと思います。てかもう2日分のナイトルーティーンお届けしてもいいかもね。2日間朝風呂です。キャンセル界隈してます。キャンセル界隈しても次の日入ってるからキャンセルじゃないんだな。ということでまた次回のナノマグロにしましょう。ケイバイバイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your wicked games. Yeah. Always on my mind, always in my brain. Yeah. With you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.